こんにちは、寺島でございます。これは普通免許サイズのキャンピングトレーラーの中古車です。400サイズのホビーです。中を見てみましょう。こちらが進行方向ですね。扉を開けて正面がリアダイネットと言われるところですね。このリアダイネット、ここはね、ベッド、マットを組めばね、だいたい親子3人、子供さんでしたら親子3人寝られます。こちらが進行方向になります。これこんだけ広いんで、大人の方でも3人向かい合わせで6人ぐらい座れるんじゃないでしょうかね。ここももちろんベッド、マットを組み合わせるとベッドになります。子供さんですと親子3人もしくは4人寝ることができますね。さらにこれね、ブラインドがあるんですよ。だから寝る人とまだ夜遅くまでお酒を飲む人と分かれることもできます。ここにウィンドウクーラーです。今クーラーが動いてます。快適です。この暑い夏めちゃくちゃ快適です。冬場はこのクーラーの下に FF ヒーターがありますね。そしてここはコンロです。コンロ3つあります。それからシンクです。扉の横にですね、ここにトイレルームですね。洗面台があります。ついてるものは全部ついてるという具合ですね。ここにサンルーフがあります。これ夜いいでしょうね。なかなかの雰囲気ですね。こんな感じで、普通免許で引っ張っていただくことができるキャンピングトレーラー、豪華なトレーラー、こんなものがあるといいんじゃないでしょうかね。